はいどうも、ハギチャンネルでええやん。ハギチャンチャンネル。はぎちゃんチャンネル。見たことないやつこれしょぼーいやそれはこれかあもうちょいこっちあすいませんすいませんさあということで、はい、ゲスト来ていただきますお願いします。占い芸人アポロン山崎です。よろしくお願いします。アポロンのザキです。いやありがとうございます。まあ過去にも動画上がってると思うんですけど、はい、今回はねもうザキに、はい、これちょっと聞いたらちょっと大丈夫かな、仕事なくなっちゃうかもしれんな。ザキが何ですか、ちょっと嫌なこと聞いていいですか。嫌なことというか、まあ、もしかしたら同業の人はちょっとどう思うんかなってあれなんですけど、はい、まあ、ザキが思うでいいんですよ、はい、いろんな占い師の方々と会ってきたりとかしてるじゃないですか、見たりもしてると思うんですけど、こんな占い師には気をつけろみたいな言っちゃいますかと、もう一個こういう占いの人には占ってもらった方がいいんじゃないかみたいな。なるほど。だからどっちも占って、まあ、ザキが思うでいいから、はい、誰々とか言うわけじゃなく、こういう感じの人って。なるほどなるほど。ザキが思う占ってほしくない占い師と、はいはい、ザキが思う占ってもらいたい占い師。簡単に言うと、うん、まず絶対あこれしかしちょっと違う角度で言ってすます。先あ全然全然何でもいいよ、うん、テレビの占い師と、うん、占いブースやってる占い師って実はちゃうんですよ。えどういうこと、テレビの占い師と占いブースの占い師違うの、どういうこと。あ何言いたいかというと売れ方が違うんですよ。売れ方、実はテレビじゃないですか、うん、テレビ出てる占い師って、うん、悪いこと言わされることが多いんですよ。そっか、演出ではないけども、まあほんまはもっといいことばっかり言ってるけど、はい、たまにちょっとじゃあここ他悪いとこないですかみたいなところの方が面白いから、面白いから。だから例えば島田さんが手相に名前を付けた、これも一つの技やったんですけど、うんうんうん、そこで KY 線って流行ったんですよ。流行った、空気読みませんがちょうどその言葉があった時代に流行った流行った KY 線とか、うん、あとエロ線とかあったあるじゃないですか。あれもちょっとエロっていうの恥ずかしいんちゃうとか、うんうん、KY って空気読めてないからダサいんじゃないみたいなことをちょっとうまくいじってたりとか、そっか、あれは遅刻落ちるわよもテレビのパフォーマンスなんですよ、ね、そっかそっか、そういうことか。はい、まあでも俺らってアホやからほんまに他の人も全部だからそのままこの人落ちるんだって、しかも人のことやからふーんって思いながら見れたりとかするじゃないですか、うん、だからテレビとしては悪いことをあえて言ってもらうことで出れる場所でもちょっと実はからくりを言うとある。はあ、じゃあちょっとそこを求められてるから言ってしまってるってこと。そういうのあります。これ大丈夫そんなん言って。いやです、確かに。だから結構チャレンジャーなこと言ってるかもしれない。いやでもでも納得いくでしょ。まあ納得はいくでしょ。うん、でだからその人が、まあ、占いブースをやってる時にどうかは分からないので、うん、あれですけど占いブース皆さん座ることの方が普通、まあ、テレビはもしゃあないじゃないですか、出ることなかなかないじゃないですか。そうね、まあ、そこで知名度が上がるとやっぱあの人に占ってほしいってなるから、うん、でなった時に占いブース来た時に、うん、大事にしてほしい人、大事にしてほしいというか占い師ポイントにしてほしいのは、うん、基本あんまり悪いこと言わない人です。あそうなんや、占いブースで悪いこと言ってくる人じゃない方がいいってことだ。ただ冷静に考えてください、うん、あなた3日後死ぬわよって言って、うん、極端な話喜ぶん誰ですか。誰も喜ばなくないですか。まあ、例えば当たった人がほら3日後死んだでしょっていうのがあったとしてもそれしかもう言うないんですよ。まあ、怖いもの見たさみたいになっちゃうもんなでしょ、うん、で例えば今回その手相でちょっとじゃあ紹介しようと思うんですけど、うん、例えばですよ、はいはいはい、ここのところのもう手相のやつがあんねん。いやちゃんとありますよ、ちゃんとあこれ見えるかな、見えてますかね、この辺でやろうか。すごいね、ここがお金の場所なんですよ、はいはいはい、ここのところの真ん中のところに貯金線が例えばあったとして、これど真ん中に線ある人、これ貯金線って言うんですね、小指の真ん中のところにある人、これなかなかある人少ないですけど、うん、で社交性がめっちゃあったとするじゃん、これ社交性なんですね。 あるわ社交性、はい、ああそうですね、これめちゃくちゃありますね。だからいろんな人と、はい、社交的に仲良くするっていう、うん、でまあこの生命線がこうあって、生命線からポーって出てるのこれ旅行線なんですけど、旅行線とするじゃないですか、うん、この3本持ってる人に3日後に3日後死ぬよって言ってあげるより貯金してるんですよ、うんうん、で社交的なんですよ、うん、旅行好きなんですよ、うん、この3日間とにかく旅行行って友達と集まった方が何やったらもう有給使ってもいいから、うん、遊んだ方が幸せになれるよって、お金を使って友達と遊べて旅行行って3日後死んだ方が良くないですかっていうことか。じゃあほんまにそういうことです。もし見えちゃって、もしまあ極端な話よね、これは。はい、極端な話です。極端な話、3日後死ぬっていうのがもし見えちゃったとしたら、はい、そういうことです。あなたは
もうこういうことが好きだから、うん、こういうことを散々やって見た方があなたの運気は良くなるよっていうことを言うのが占い師じゃないですか。はあ、なるほど。これはテレビでこんなことあんま言わないんですよ、うん、テレビだとあなた3日後死ぬよ、それを出て笑かそうとするパターンになるんですけど、はあ、ブースにいる人が本当にちゃんと占えてる人は、うん、それをどうこの人が悪くならないようにしてあげなきゃいけないなと思えるかどうかなので、そこのからくりなんや。はい、なのでそれができてる人は占いブースであんまり悪いことは言わないので、うん、じゃあ悪いことを言う占い師さんいたらあれちょっと あまりにも多かったらね、うん、ダメなこともありますからね。まあまあまあそうか、数があまりにも多いとちょっとパフォーマンスっぽい感じで、それがあまりにも悪いことを何個も何個も言ってきて、うん、なんかずっとテンション下がるみたいな感じだと、まあそもそも占いの技術が下手なのか人のこと考えてないのかあんまりうまくいかないやろなと思って。そうか、占い師ってやっぱこう導いてあげるとか補助みたいなことだから、それを考えなきゃダメなのに、ポジティブなことを言ってその人のやる気とかを出してあげるみたいなことか。 それが答えなんですよ。何のか変わらず、うん、悪いことばっかり言うときに一番気をつけなきゃいけないのは、分かりやすく言うと、この水晶あなた買ったら良くなるからっていうために行くときもあるんですよ、方向としては。それはもうただの詐欺師やん。いや、そうですよ。そのパターンでわざと悪いとこ言う、あなた仕事でしんどいわねって言ったら、仕事でうまいこと言う、ほんまに言っててしんどくない人ってあんまりいないじゃないですか。 それ言うたって頑張らないで、あれでもやっぱ悩みがあるしみたいなことあるじゃないですか、うん、ってなってきたら、しんどいわね、あ、この水晶買ったらいいわって言うといたら、もうそれがセットになってしまうと、もう新しいものをまたプラスで売るというか、これは一番最悪パターンなんで。最悪パターンな、はい、なので悪いことばっかり言う、うん、その後物を買わされる、うん、まあ、数珠買いなさいとか、うん、なんか水晶買いなさいとか、うん、この布買うとどうのこうのとかあるじゃないですか、はいはい、なんかちょっとなんかまあみんなすがりたくなっちゃうし、はい、あ、そんなに悪いやったらこれでちょっと、まあこの値段やったら手出せるし買おうかみたいな感じっていうのが、はい、チリツモになっていた。はい、そうそうそう。それでなんかあの占いだけは 2,3,000 やったのに、うん、追加で1万円の1万の推奨とか、まあ、そんなになってしまうと、じゃあもう単純に言ったら、そう悪いこといっぱい言ってくるのと、なんか物を買わせようとしてくる、まあ、これは当たり前だけど、そうですね、うん、そういうところはまあ気をつけ、その理由のからくりがそういうことなんで、悪いことをわざと言うとか、うん、まあでもその物を売ってても進めてこなかったりしたらっていうのは大丈夫ってことだね。あ、もちろんもちろん、なんかいろいろあるもんね、術であったりとか。そうなんあります。ああ、普通に別に術とかを買うことは悪いことではないんですけど、うんうん、自分で買うのは全然買ったらいいし、必ずその社長さん芸能人みんなつけてる人多いので、そこでダウンタウンの浜田さんもつけてます、めちゃくちゃつけてる、テレビ見たらつけてはるますし、金持ちの社長さんもめっちゃつけてる人多いじゃないですか、うんうん、なのでつけまぜで悪いことではないんですけど、うん、それを必死に次のステップで金を稼ぐための一つとして、なるほど、悪いこと言ってそっちに追い込んでいく、追い込んでからの推奨とかは一番なるほどないやつですね。まあ自分が興味持ってこれを書いてたら、こういう効果があるやつですよ、あっていうのは、そういうのは全然いいですよ。あ、じゃあよかったらどうぞみたいな方が、なるほど、なるほど。別にそのもし売るにしても、うん、それやったら別に僕はいいんですけど、うん、そのやたらと悪く言うのを占いブースでしない方がいいというのが終わりました。この2つ、占い師の中でテレビパフォーマンスの占い師と、うん、そのガチの占いブースの占い師っていうのが同じことしてるようではちょっとやりすぎかなという。なるほど。まあ実際問題、そのテレビぐらいのことを言われたい人もおるかもしれんけど、はい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 、占い師ブースではやっぱりみんなポジティブな方、前向きな方にさせてくれる人が多いと、ね、そうでないと成立してないので、うん、なるほど。そういう人をちゃんと見つけた場合は、まあ、もう一回やってもらおうかなとかはあってもいいと思うんですけど、うん、もしじゃあそういう人にやってそのこのポジティブなこと言ってくれるなっていう人に会って、はい、どうしてもテレビ的なぐらいきついこと言ってほしかったら、その人にもう本当にきついこと言って探してくださいっていう。ああ、だから それはいいと思う。いいってことだね。あ、そのなるほど、なるほど。まあ、いいことしか言ってくれないから、うん、ちょっと私悪いとこもしあったら言ってくださいっていう人もいるんですよ、うん、そうだね。だから逆に不安になっちゃうもんね、いいことばっかり言われても。その時に例えば6月7月は実は体調悪くなる可能性のある時は気をつけてねとか言われた時は、なるほど、そのスタイルはいいと思うんですよ。なるほど。全然自分からちょっとこういう言ってくれとか、うん、言うのは具合がちょうどよくて、なるほどなるほど、あの向こうからガンガンずっと悪いことしか言わんっていうのはお金ももらって払ってんのに、そんなん、しかももうそれこそ気悪い、気悪いし、どうやったらええねんっていう話になるじゃないですか。何やねんっていう、ほんで術かいな、あれか。それも最悪の流れでしょ。最悪の流れ。なるほど。じゃあ、まとめると、はい、あんまりブースでは、悪いこと言ってこない。まあちょっとはいいとしても、はい、あんまり言ってこない、はい、でその流れとかで物を進めてこない、はい、まあ、これがもう圧倒的ってことね。あ、そうですね。でこれをじゃあやってみないと分かんないんじゃないかって言われるとするなら、うん、イオンモールとか百貨店で、はいはい、いる人いるじゃないですか。あんな、もしあそこでなんかすごい変なもの売られたら、うん、イオンモールとか百貨店に訴えられるというか、もう注意クレーム来るんですよ。なるほど。それが来ないような人たちが座ってることが多いので、なるほど。ってことはイオンとかそういう大きなショッピングモールとかに、はい、いる人 は, ち, ゃんとちゃんとした学校出てる人とかちゃんとしてるから、そんなクレームがあったらだってイオンも言われるじゃないですか。なるほど。
たのでこういう売りつけられましたか、まあ、それだってそれこそ分かりやすい あれじゃないですか。それ面白いな。なのであの入りとしての部分で言うならそういうイオンモールとか百貨店の中でやってるはそこそこちゃんとクオリティとか、まあ、勉強して勉強そうです、ね、まあ、結構売らないも勉強やったりするもんね。もちろんそうです。積み重ねというか、はい、統計学やったりもしたりする時もあるから、はい、もう俺全く逆やもんさわ。イオンモールにおる占い師は嘘やと思ってたわ。あ、じゃあ逆です逆です。逆なんや。初め僕もずっと座ってました。ね、あ、座ってたんですか。はい、イオンモール座って僕やって人数こなしてできるようになったから一人でやるようになりましたけど、あれはちゃんと学校出てる人ってあれだって学校会社名あるじゃないですか。あるある、なんかある。だからあの会社を出てるとかが勉強してるとこいてる人たちがやってるんで。あ、もう全く勘違いしてたわ。もう占いブースとかそういうなんか個人でやってるような方が。説得力あるみたいな勝手なあの、まあ、魔法使いとかのイメージで、いや分かるんですけど、でもそこからまあそのなんていうんですかね、出た形で出世してるからとかの場合は、うん、なんかこんなんテレビ出てたことあるから今一人でやってるんですとか、うん、じゃないと。なるほど。はい、まあ、もしかしたらそういう人も当たる人もいるかもしれないんで絶対にあれですけど、ザキの確率で言うとそのショッピングモールに来てる占い師の方が逆にみんなの入りとしてどこから入ったら一番いいかって、そういうところであんま悪いこと言うってことはあんま多分しない人たちが多いと思うので。それ面白い。これ多分誰も知らんかったんじゃ。あ、本当ですか。だからそうなんです、実はそっちの入りの方が正しいんです。俺だってびっくりしてんもん。まあ、本当ですか、うん、あ、なんかやっぱちょっと特殊なのを求めしちゃうのかもしれないですけど、ショッピングモールで占うなんてって思ってた。あ、でもそこからみんな勉強させてもらったり。はぁ、まあ、これすごいね。じゃあ、ザキが思うその占った方がいいのは、はい、ショッピングモールで占いやってる人とかは、そこは僕はありな方だと思います。なるほど。あの、まあ、それ人何人もいるから、うん、全員とは言えないかもしれないですけど、うん、どちらかそっち寄りのそのうまくいくって何ですかね、アドバイスしてくれるタイプの人が多いのはショッピングモール系とか、はあ、百貨店とかちゃんとしたイベントとかに出てるとか、あ、そうそうそういう感じのところになんかいてるみたいな。はあ、なるほど、はい、じゃテレビとか出てる人もまあそういうのあったりするから、あ、もちろんもちろんそういうのはちゃんとやってきた人がテレビパフォーマンスとして、あの例えば銀座の母とかが結構きつい言葉で言ってするのはテレビ的に嬉しいから、もう一回じゃあ出てください、あの視聴率良かったんですってなりやすいんです。なるほど。まあその部分だけ切り取られたりもするしね。ほんまはいいこと言ってたりしても、あのただ単に座っただけのとこからめっちゃきつく言われた場合は考えた方がいいかな。そりゃそうやな、はあ、でしょ。なるほど、はあ、じゃあザキが思う占った方が、はい、この占い師やったら占ってもらいたいみたいなやったら、うん、ショッピングモールの人ってこと、まあ、その人たちは、いや、あ、でもその人たちも安全っていうこと、安全というかちゃんとしてるので入りとしてはいいかもしれない。なるほど。じゃあザキが思うこの占い師すごいなみたいな過去あってきて、この人にザキも占ってもらいたいなみたいな人って、まあ、名前言えるかわからないけどこういう人みたいな似てる。あ、でも僕あの吉本に入った理由が新宿の母に言われて入ったんですよ。え、僕ファーストリテイリングって言って、ユニクロので僕正社員やってたんですよ。あー、なんか言ってたな。その時に彼女が板橋住んでて、うん、新宿でデートした時にめっちゃ喧嘩したからしょうもなと思った時に新宿の母が座って、その新宿の母に占ってもらって一発目に言われたのが、あの僕らの恋愛占ってくださいって言ったら、いや、そんなことやったら吉本興業に入りなさいって言われたんですよ。すごいや、新宿の母。はい、そうなんですよ。その後会いに行ったりとかした。いや、だから僕あのもっとちゃんと売れてから会おうと思ったんですけど。いや、十分売れてるんじゃない、テレビも結構出てるし。いやいやいや、でもそれで感謝を伝えようと思ったら去年かぐらい亡くなった。だからいつかお会いしたかったんですけどね。うわ、まあ、そういうのもでもご縁のあれやからな。いや、そう、まあ、でも母のおかげで、うん、まあ、吉本の大阪の NSC にも入りましたし、うん、でその時に言われたのが、芸人になりなさいとか芸能人になりなさい分かるけど、うん、なんで吉本興業はちょっと言い過ぎじゃないですかって言ったら、あなたが芸人と違うものと両方混ぜていろいろやってるのが見えるから、あなたは吉本興業なのって言われて、全く今一緒や。今だってもともと芸人で漫才とかやってたけど、はい、もう占い芸人になって、だってそうなんです。芸人っていうのがまあちょっと外れて文化人みたいな方にも行ってもね、はい、そうそう、そんな感じでやれてるのもそういう感じになってるのも言ってはって、うわ、俺占ってほしかったな。いや、そういうやっぱちょっとでもそこまで行くと多分霊感もちょっと入ってると思うんですよ。そうね、見えるっていうレベルの人でないと、ね、そのあの僕のやつは統計学なので、みんなにちゃんと今までの計算とかのいろいろ今まで生年月日とか手相もそうですけど、うん、まあ、引いたカードの運とかもあるし、あ、そうそう、そういうのとあのそのカードとかではそういうの見るんですけど、うん、はい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 、じゃあそういう霊、まあでも言うって言うもんね、そういう霊感的な人。まさしく霊感の方に行く場合は、うん、それあのイオンモールとかにはなかなかいないと思うので、まあ、無理よね、うん、そのはあれはちゃんと勉強された方のやってる道側で、なんかほんま何でもないのに当てる人いるっていうね、占いも全然やったことないのに、とか言う聞くやん。ありますよね。だから例えばそっち側が求めてしまうから、まあ、あ、憧れはね、うん、だから、まあ、それがに会えたらそれ一番いいんですけど、それもまた難しいんで、それこそ当たる当たらはもうみんなの友達のもう口コミぐらいしかなくないので、
で、今でも新宿の母の方はちょっとね、お亡くなりになってしまわれたということなんですけど、はい、今現在いてはる占い師さんで、でもそれで言うとゲッターズさんは素晴らしいんじゃないかなと、僕は会ったこともないんですよ実は、ないんですけど、ゲッターズさんがあんまり悪いこと言ってるイメージないじゃないですか。ないない、そういうのテレビで売れてるからちゃんと本当に、そっか、まあまあ、あのそのなんですか、ちゃんとやれてる方なのかなという気がちょっとしてるんですけど。なるほど、まあ、いろんなもの混ぜてはるんで、占いの種類も、なるほど、なのでいろんなこと勉強、そういろんなこと勉強されてて、ちょっとゲッターさんに会いたくなったらいい。ゲッターさんは結構ちゃんとしてる人という噂は聞きながら、うん、で僕その芸能人とかもあるじゃないですか、うん、で私もゲッターさんに占ってもらってっていうのも聞きますし、うん、あ、じゃあその占ってもらった芸能人の人とかがゲッターさんよかった、あ、ちゃんと、あ、と、あ、そうそう、そういえばそういうのことも同じこと言ってるわみたいなこともあったりとか言ってたんで、なるほど、あ、じゃあ、まあ同じようなところの占いのやり方でやってるのかなと思って、うん、じゃあ今だと松崎がちょっと占ってもらいたいのはゲッターさん。ゲッターさんは確かにまだお会いしたことないので会えたらいいかなと思います。いいですね、いい話聞けたな。ちょっとでも裏事情でしょ。いや、あのテレビの、あ、まあ、テレビのやつも裏事情やし、イオンモールのちょっと衝撃の2つ、でも ここが一番素直にやれる占いを量産してる状況ではあるので。なるほど、まあじゃあもうちょっと手始めに占いやってみたいな、うん、みたいな人はイオンモール行ってみたりとか、そういうのの方が、まあ、あのその近くにあるし、うん、で、まあ、あの、まあそんなむちゃくちゃクレームになってたら絶対続けれてないので。なるほど、まあ、4番とか、そういうショッピングセンターとか、うん、イベントごとにもしかしたら出てる占い師さんっていうのは、最初まず占ってもらいたいとか、うん、占ったことないけどっていう人にはいいかもしれない。なるほど、まあ、値段はそんな高くないので。そうですね、はい、2,000〜3,000円とかで、うん、まあ、100円、500円とかもありますし、物によるですね、それだけとか、はい、いや、ちょっとめちゃくちゃ勉強になった。本当ですか。だからまあそういうのも、まあだから、うん、そうですね、あのそのなんかがっつり芸能で社長でとかっていう場合は、まあ、そういう人で占ってほしいとかあるでしょうけど、うんうん、そうね、気軽に、まあ、今仕事どうしたらいいかなとかいう時は、確かに確かに、そういうのでもちゃんと占ってあるはずなんで、まあ本当に恋愛の軽い相談から、そうそうそう、今付き合ってる人でいいんかなとか、とかいうのは、仕事もちょっとやめようか悩んでてみたいな人とかは、まず、うん、そういう商業施設とかのやつはちゃんと悪い時期とか、うん、あの変えない方がいい時期とか変えた方がいい時期とかも分かるので、うん、ちゃんとしたアドバイスしてくれるんじゃないかなと思います。なるほど、めちゃくちゃ勉強だったわ。本当ですか。ちょっとありがとう。これ多分見てる人もすごいびっくりした。テレビの占い師、俺もちょっとイオンモレの衝撃だったわ。でもテレビの占い師そうでしょ、衝撃。有名な人は結構辛口コメント悪くないですか。まあ言わないとダメっていうイメージ、ね、はい、そうです。僕らはあのこっち側でいるか分かるじゃないですか。そう、求められるじゃないですか、まあ、面白くないとだってテレビで出す意味ないし、ね、あ、そういうのもあるのでね。なるほど、めちゃくちゃ勉強だった、ありがとう。いや、そんな、まあ、当たる当たらないとかそういうの話ではないところで言うと、うん、そういう感じかなっていう。今後とも俺のことも占ってください。いや、ぜひぜひ、あのデス出てるんで。おい、前の動画のデス言ってるな。デス出てるんで。もうええって。それでは聞いてください。100年越しの I love you。ん、ごめんなさい、何これ。イエイエ、ハグちゃん誰ですか、あなた。ちょっと、ワンツースリーフォー、ハグちゃん。ファイブやで、何ワンツースリーフォー、ハグちゃんで。イエイエ、ハグちゃん。イエイエ、誰ですか、あなた。チェックザハグちゃんチャンネル。何をチェック、かっこいいの入ってきたな。何これ、ハグちゃん言うな。イエイ、ハグちゃん。イエイ、ハグちゃん、ちょ、ファンファンファン、かっこいいね。ガムハグちゃん、どこ行ったらええねん、ガムハグちゃんで。レッツダンス、ハグちゃん。なんで踊らなあかんねん。イエイエ、ハグちゃん。それやめろ、イエイエ言うの。ワンツースリーフォー、ハグちゃん。ファイブや言うてんねん。それやめろ、ワンツースリーフォー。イエイエ、ハグちゃん。何やねんこれ。おい、チェックザハグちゃんチャンネル。何言うやん、かっこええねんこれ。おっ、ハグちゃん。ちゃうちゃうねん、ちゃうねん、ハグちゃん。ラブソング歌いたいな。何よ、カモハグちゃん。どこ行ったよ、もう。踊ったらええかも。いや、終わったやないかこれ。もうええて。